来たんだよ。お疲れ様です。ゆうくん、なんであそこから登場したんですか。今日スーパーライフの気合いし、気合が違うってことです。気合が違うです。気合乗り方が違うんで。今日はちょっと皆さん熱気と選手の熱い試合を見に来ました。そうですね。その中でいろいろファンの声とかも聞いたりしながらインタビューできたらなと思います。やります。はい、ちょっとやりますね。終わりです。なんか街頭インタビューみたいなしたくて。推し選手聞きます。あ、いい。今日の注目カード。注目カードと推し選手。初めてだけやってみるちょっと。あ、やってみますか。いいっす。もちろん。ありがとうございます。インタビューしないと。お願いします。ありがとうございます。サインもらっていいですか。ちなみにどっちが進まますか。アスクラミクルだと。おー、硬いっすよね、実は。ちなみに推しの選手っています。アンポルキアです。おー、俺アンポルキア。じゃあ俺ぶっ飛ばすから、アンポルキア。そしたら、ちょっと俺も応援をしてください。いいですか。あ、来た。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日楽しみました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、OK、すみません。こういうことです、みのるちゃん。助かりました。スパイスね、当たり前だった。え、半分ぐらいじゃないですか、本当。うわぁ。え、負け勝ち勝ちです、勝ちです。あ、勝ちたいですね、これ。くっそ、最悪っすね。うわぁ、もう一回チャンスないですか。俺が出します。いや、じゃあ、すいません。お願いします。あ、それうまそう。これうまいっすよ、これ。チョコっすか。チョコインチョコ。食べたいっすか。当たり前じゃないっすか。なんすか、当たり前じゃないっすか。あ、いいっすよ、好きなの。ああ、なんか。え、それ食べたいっす。どれ。20番。20番。誰か食べたいっすよ。チョコさんじゃないだったら。そうだよ。俺が食べたいっすか。食べたいっすか。舐めてるわ。食べたいっすか、とか言って。俺もちょっとチェリーをいってみようかな。チェリーを食べよう。これが美味しいと言われる。伊沢製菓に来てます。今日も。やってると辛みあるっすか。やります。食べましょう。ありがとうな。うまいっすね。コーヒーのことってなりません。甘いっすね。大事っすね、コーヒーのみたいな。ちょっと待って待った待って、はい、勝ちっすね。あんだけパーだ。いただきます。いただきます。いただきます。今日の一番注目の試合、誰かなって見ないと。メインの平本選手、朝倉選手。ちなみに紹介予想はどちらですか。今日の試合は、あれですね、パッキャオ。あ、ってことはパッキャオ応援。いや、アンポ応援。あ、ちょっともう行ってほしいですね。じゃあ僕がアンポと戦うときは僕の応援してもらってもいいですか。
まあ、それもみのるくんで会えばみのるくんなんで完全によしよしよし楽しみましょう、はい、ありがとうございます。久保選手と斉藤選手、どっちでもどっちも勝敗ですか。久保選手、おお間違いない。久保くんと圧勝すると思います。フィットしてきてるんで、ちょっと嬉しい答え。嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあ期待しましょう。久保くん頑張って、はい、ありがとうございます。平本、うーん、おー平地で平地平地俺は思い出すよ。そうですよね。全体ゲームで推しの選手を見ると推しのメインであるか、アンブル、アンブル、確かに東京で、おー、鬼ですね。俺がこれ誰だけじゃ元の応援してもらって、よし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 、2人目ゲット、よし、徐々に俺の応援してもらって、いや、ありがとう、楽しみだと思います。ありがとうございます。アンバーゲットしすぎじゃないですか。今日の一番注目してる試合、これかなって自分のメインちなみにどっちかですか。自分も朝から見てるとしても自分もそうですね。3人ともそうですね。アンバーどうですか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 。パッキョ、パッキョ、おー、珍しいですね。じゃあ俺もパッキョ応援します。楽しみます。ありがとうございます。唐揚げ食いたいな。いや、あれうまそうですね、ちょっと。あれうまそうですね。ケイさん、バラ丼食べればいいよ、バラ丼。バラ丼食います。ちょっとあれじゃないですか。今聞いてる。出た、今日、今日それ多い。さすがだ。今のはさすがっす。調子いいっすね、みのる。調子いいっす。よかったね。超だから、超。今日ファイターとしていろいろ勉強して。そうっすね。でも実際当日来てみて、みのる君的にやっぱどの試合楽しみですか。いや、これはあの YouTube に載せた通り、まず流星楽しみで。はいはい。で、久保君。で、パッキャワンボ。うん。で、レン君のチャレンジ。まあ、後半っすよね。期待で感じです。今日はちょっとやばいんじゃないですか、本当に。あれすごかったですね、スタジアムモード。で、行きましょう。OK です。